どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテレです。さあ、今日の動画は Apple ID のパスワードに関する解説動画となっております。まあ、初めてね、僕のチャンネル、この YouTube の動画をね、見られた方もいると思うんですが、僕のチャンネル、テックスタイルチャンネルでは iPhone や iPad、Mac 製品の不具合情報の発信であったりだとか、実際に何かね、不具合を抱えている方の無料相談を受け付けております。まあ、その窓口が2つあって、X のアカウントをお持ちの方であれば、X の DM 相談。まあ、皆さんね、普通に使われている LINE 相談っていうのもありますので、それらの URL の情報に関しては、この動画下の概要欄の方に貼っておきます。そこからお越しいただければ、直接僕の方から改善策がね、もしあればアドバイスの提供しておりますので、まあ、ぜひね、活用してみてください。まあ、その上で、今回この動画で Apple ID のパスワードのね、こう解説動画ということなんですが、実際にこの後しっかりね、話す内容を聞いていただいて、当てはまる人、該当する方は、今すぐパスワードの変更を行ってください。では、スタート。はい。ではですね、最近ですね、この Apple ID のパスワードの変更された方っていらっしゃいますか？あとは逆に、自分は豆に変更してるよっていう方、どれぐらいいらっしゃいますかね。まあ、豆と言ってもね、まあ、感覚の話になりますので、まあ、例えばまあ、半年に1回とか、1年に1回、自分は Apple ID のパスワード変更してるよっていう方が、もしいらっしゃれば、素晴らしいです。素晴らしい。そういったユーザーの方は、この動画、グッドボタンを押しておいてください。まあ、さっき言ったね、いつ変更しましたかというね、問いに対して、多くのユーザーの方が、ご自身とは、意図しないタイミングで変更している方の方が多いんではないでしょうか。まあ、例えば、アカウント復旧の作業をしました。パスワードの忘れちゃったとかですね。何かセキュリティ面でアカウントロックがかかってアカウント復旧しましたとか、あとは不在通知が来て Apple ID のアカウントが乗っ取られました。キャリア決済不正利用されました。クレジットカード不正利用されました。要は、セキュリティを考えてパスワードの変更したんではなくて、ご自身に何かしら問題が降りかかってきて、意図しないタイミング、要はそれがきっかけになって、パスワードの変更をしたっていう方の方が多いと僕は思っております。まあ、実際にね、アカウント乗っ取られたキャリア決済の不正利用、多くのユーザーの方から相談を受けることが多いので、やっぱりパスワードの変更って、ご自身で、まあ、意図しないタイミング、何かしらきっかけがあって変更している方の方が多いのかなと。まあ、今回のこの動画では、きっかけ4つ皆さんにご紹介、ポイント4つですね、ご紹介したいと思います。どれか1つでも該当した場合は、パスワードの変更を行ってください。まず1つ目、他社のサービスと Apple ID のパスワードが同じの方。例えばね、これは絶対ではないんですけれども、まあ、Yahoo であったり Google であったりね、大きな会社、世界的にも有名な大きな会社っていうのは、個人情報を管理するための、まあ、いわゆるセキュリティ面っていうのはね、チェック体制がしっかりしていてて、やっぱり管理もしっかりしております。まあ、そうであったとしても情報が出るっていうパターンはあると思うんですけれども、まあ、優越をつけるんであれば、そういった世界的な有名な企業であれば、まだ管理はしっかりしてるのかなと思うんですけれども、意外とね、まあ、僕はまあ数年前からね、ずっと日本は攻撃されていますよと。これからどんどん個人情報をね、漏洩流出していきますよっていう注意喚起していたんですけれども、まあ、ここね、2、3年ぐらいかな、やっぱりサイバー攻撃、ランサムウェアであったりだとか、もう皆さんが思っている以上に、皆さんの個人情報っていうのは流れております。もう流出、漏洩しております。なので、例えば何かサービス、中小企業であったりだとか、サービス業の、まあ、アカウントをね、お持ちの方たくさんいると思うんですけれども、そういった他のサービスのアカウントのパスワードと Apple ID のパスワードが同じの方、または他のサービスの ID も Apple ID のメールアドレスであったりだとか、全く一緒の方も結構多いと思うんですよね。いわゆるアカウント一つしか持ってない方であればね、どのサービスを受けるのもその ID、パスワードを使っていると思いますので、そういった他のサービスと ID やパスワードを同じにされている方は、今すぐパスワードの変更をしておきましょう。これは、要は他のサービスの、ね、パスワードと別にしておきましょうということですね。まあ、ID も別であれば一番いいんですけれども、例えばメールアドレス1個しかお持ちでない方、僕はもうアドレス1個しかないという方であれば、せめてパスワードは変更しておきましょう。
逆に言うと Apple ID の情報って、なかなかこう流出漏洩ってしないんですけれども、他から流れてしまうとその情報をもとにあなたに対して攻撃される可能性がありますので、そういうね、パスワードが同じで統一している方であれば、せめてね、Apple ID のパスワードの変更をしておいた方がいいんではないでしょうか。まずは一つ目はこれです。そして次が二つ目。二つ目は、iPhone のディスプレイ、画面上にですね、この画面が出たことがある方。ただし、この画面ね、2ファクターの画面なんですけれども、多くの相談者の方、報告を受けているものは、海外から、海外でも中国から Apple ID のね、サインインの要求を、過去3ヶ月から半年の中で1回でも表示されたことがある方は、今すぐパスワードの変更をしておきましょう。例えばね、そういえば2、3ヶ月前に中国からなんかこう怪しいサインインの要求されたな。ただ、1週間後にはもうパスワードの変更している方であれば、ギリセーフかなっていう感じなんですけれども、ただ、この2ファクター、身に覚えのない、特に中国からのサインインの要求があったにもかかわらず、拒否したからいいやってね、思われている方もいると思うんですが、1回でも表示されたことがある方は、パスワードの変更しておいた方がいいと思います。それはなぜかというと、もうあなたの Apple ID とパスワードは、もう情報漏れております。その2つの情報をもとにサインインをしてきて、2ファクター認証が一応防御してくれているのがね、これがれっきとした証拠になるので、例えば中国であったりだとかね、あとはアメリカとかね、あとはヨーロッパとかも多いのかな。そういったところからサインの要求を一度でも、この3ヶ月から半年以内に1回でももしあったんであれば、パスワードの変更をしておいた方がいいと思います。これが2つ目。そして次が3つ目。3つ目もですね、さっきと同じように、過去3ヶ月から半年以内に宅配業者を装った不在通知を受信された方。このね、受信に関してで言うと、電話番号宛てに来るのが大半だと思うので、あまりね、Apple ID のアカウントと関係ないと思われる方が多いと思うんですけれども、多くのユーザーの方は、昔に比べるとね、少なくはなったと思いますが、何かしら操作してしまうんですよね。で、途中で気がついて、ギリギリセーフだったとかね、ID パスワードまで入力してしまったとかね、そういったユーザーの方が結構多いです。これピーク時で言うと、宅配業者を装った不在通知で Apple ID のアカウントを乗っ取られた被害者っていうのは、実際に僕のところだけでもですね、こういった弱小チャンネルの僕のところだけでも、1日で数千件の相談が来たピーク時がありました。ただ今は少し落ち着いて、そんなに多くはないんですけれども、とは言ってもね、今もやっぱり不在通知が原因で Apple ID のアカウントを乗っ取られました。キャリア決済不正利用されました。高額な請求を受けましたとかですね、どうにかならないですかっていう相談はやっぱりまだあるんですよね。で、今までのアカウントの乗っ取りと今ちょっと変わってきてるのが、過去は完全に乗っ取られます。なので自分がサインインしたくても、パスワードの変更をしたくてもできないっていうのがこれまでのアカウントの乗っ取りのパターンでした。今はね、相談を受けてると自分も使えるんですよね。ただ別のユーザーもアカウントに紐づいています。全く知らない悪意のある第三者ですね。で、そういった悪意のある第三者が知らない間にね、アプリの課金をどんどんしてたりだとか、キャリア決済で何か物を買ったりだとか、そういったことをしております。なのでユーザーは気がつかないんですよね。じゃあいつ気がつくのかっていうと、翌月の請求のタイミングで高額な請求が来た時に気がつきます。なので最悪な状態になってから気がつくことが多いので、不在通知もね、結構ね、侮れないので、自分は意図しないタイミングでね、普通に操作してしまっていることもあるので、過去3ヶ月から半年以内に不在通知ね、来た方、もしくはそこから何かしらね、ちょっとでもね、操作したことがある方はパスワードの変更を推奨しておきます。これが3つ目です。そして次が最後になります。4つ目。4つ目はね、ごくごくシンプルです。Apple ID のパスワードの変更を少なく見積もっても2年以上されていない方は、パスワードの変更しておきましょう。これの最大の理由としては、最近になってね、ようやく皆さんの耳にもちょっとは聞こえてきたと思うんですが、サイバー攻撃。今日本国内、この2、3年の間かな。本当はもっと前からなんですけれども、
ようやくニュースやワイドショー等でね、取り上げるようになったのが、まあ、ランサムウェアの攻撃だったり、サイバー攻撃、まあね、一括りにすると、そういった報道が少しは出るようになりました。ただ、まあ、角川の事件とかね、LTT とかね、そういった個人情報を管理する会社もね、攻撃されて情報が抜き取られたとかですね、そういった、まあ、ごくごく一部、氷山の一角だけが、ニュース等で取り上げられるようになっておりますので、まあ、皆さんの耳にもね、サイバー攻撃っていうのは耳にしたことがあると思います。ただ、それらの情報はほんのごく一部で、まだ発表していない企業、中小企業、サービス業、今現在攻撃を受けている企業、中小企業、サービス業、まだまだたくさんあります。で、皆さんの情報っていうのはもう漏れていると思った方がいいと思います。まあ、その漏れている情報っていうのは、まあそのね、抜き取られる会社によって違うんですけれども、まあ、住所、電話番号、名前、ね、Apple ID のアドレス、普通のメールアドレス、で、パスワード、Google のアカウント、まあ、いろんなアカウント、あとはクレジットカードの番号、セキュリティ、ね、このカードの裏面にあるセキュリティコードとかですね、そういった情報までが抜き取られていってます。で、これはね、自分にとってみたらあんまり身近なことじゃないので、あんまりね、実感がないかもしれませんが、どん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 被害者は増えてきております。まあ、最近になって取り上げられているのはイオンカードかな。イオンカードの不正利用が、まあ、爆発的にね、今、こう、行われているっていうことなんですけれども、そういった被害者になって初めて気がつくので、今のうちにね、例えば情報が抜き取られたとしても、その情報を古くしてしまえばいいんですよ。パスワードの変更、一文字変えるだけで、その情報が古くなって、新たな最新の個人情報になりますので、パスワードの変更しておくだけでも少しはね、自分で自分の身を守ることができますので、変更を推奨しておきます。なのでね、本来であれば、まあ1年に1回とかね、まあちょっと気になったタイミングでパスワードの変更しておくのが一番ベストなんですけれども、まあめんどくさいっていうのもわかりますし、管理が大変っていうことも僕は十分理解しておりますので、一番ベストなのは何かこう、お正月のタイミングとかね、1年に1回のリセットのタイミングで、パスワードの変更を1年に1回するっていうのが僕がおすすめするポイントなんですけれども、ただこの動画を見て初めてきっかけにしてほしいなと思うのは、2年以上パスワードの変更されていない方はぜひね、変更していただければなと思います。では今回はですね、 Apple ID のパスワードの変更を推奨する4つのポイントをご紹介させていただきました。どれか一つでも当てはまる方はパスワードの変更を推奨しておりますので、まあ、ぜひね、参考にしていただければなと思います。あとはまあこの動画とは関係なくですね、iPhone や iPad、Mac 製品で何かしら問題、不具合の相談をされたい方は X の DM または LINE サポートを活用してみてください。それらの情報、URL はこの動画下概要欄の方に貼っておきますので、そこからお越しください。では本日も最後までご覧いただいてありがとうございます。ではまた。